はい、どうも、ティカでーす。はい、というわけで今回は5月30日登場、イチローセレクション13名能力チェックやっていきます。はい、というわけでね、登場日に関しては甲子園に阪神対日ハム戦を見に行ってたというところで、1日遅れの動画となっております。で、今回のイチローセレクションのガチャシステムに関しては予想通り30連目、60連目、90連目がイチローセレクション1人確定。で、100連目以降に関しては S ランク出たらイチローセレクション確定のガチャシステムで登場してきました。で、イベントに関しては、予想の一つにも挙げていたスターロードが登場となりました。というわけでね、過去のイチローさん関係のイベントはね、対決カーニバルが2回来てたんですが、今回はスターロードがやってきました。というわけでね、スターロードに関しては今年に入って3回目の開催となっております。というわけでね、育成ストリートとともに結構ね来てるイベントっていう感覚になってるかなと思うんですが、一応ねスターロードの開催日を紹介しておくと、2月9日からと4月の11日からと5月30日からとなってます。で、今回のスターロードの累計にイチローセレクションの S ランク契約書があります。で、今回に関してはいつも通りね、セレクトミキサー5人でできるというところで、スターロードの累計の S ランク契約書1枚、そしてガチャの30、60、90でね、最低4人のイチローセレクション選手を獲得することができます。まあ、なのでね、セレクトミキサーをしようと思っている方は確定外でね、あと1人やってることができるとセレクトミキサーをできる現状となっております。というわけでね、まあ狙いの選手が1人の方に関してはなんとかね、確定外で1枚当ててセレクトミキサーするっていうのがね、確実に獲得する方法かなと思います。で、イチローセレクションに関しては自チーム TS 狙い撃ちスカウトが実施しないっていうことなんで、今ね TS2 段できてるこれに関しては実施されません。で、これが実施されないということは再臨もねないというところなんで、イチローセレクションでね欲しい選手がいる方は今回の期間中に獲得が必須となります。で、あとシレット史上初2回目の保守追加が来てます。それではイチローセレクション13名能力チェックやっていこうと思うので、今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではイチローセレクション13名能力チェックやっていきましょう。どうぞ。はい、というわけでまずは2年連続 TS 登場、阪神今岡選手です。というわけで能力の方が弾道アーチストリミートから83、72、59の完全ミート型のデフォルトリミート A となってます。で、守備適性がセカンドメインで C64 で、突4でサード、突5でショートに置くことができます。で、ランサン性が補給から55、67、77となってます。で、守備が慎重です。で、特殊能力は超流し打ちアーチストアベレージヒッターとなってます。というわけで今岡さんに関してはね、過去 TS で2003年、2005年とね2つの査定として登場したことがありました。で、まあ今回のねセレクションに関しては、3年で来るのか5年で来るのか、それともゲーム的に最強年度になりそうな4年で来るのかっていうのは、結構いろんなこと言われてたんですが、去年登場したものと同じ2003年査定で登場してきました。というわけでね、去年登場したものからスピリッツがプラス300上がっただけで能力変更は全くありませんでした。続いて1年半ぶりの広島版登場、広島新井選手です。能力の方が弾道ラインドライブでミートが78、83、65の完全パワー型のデフォルトでパワー A となってます。一応小5でミート A は可能となってます。で、守備適性がサードメインで D55 で、突4でファーストに置くことができます。で、ファースト適性ね D58 なんですが、まあサブポジっていうところなんで C62 はできません。で、ウラン酸性が補給から40、27、63となってます。で、特殊能力が超広角ラインドライブ対左投手となってます。というわけで侍の時はね代打だったんですが、ここが対左投手、そして、ね、昔登場していた OB の時は連発だったんですが、ここが対左投手に変更されています。というわけでね、新井さんに関してはね、侍の時はねパワー82で、小5でね81の A 同値狙えたんですが、まあ、今回に関してはね、もともと昔から TSOB で登場していた能力で登場していたというところで完全パワーガードとなってます。続いて2年ぶりの TS 登場、横浜鈴木選手でしたけど、能力の方が弾道ラインドライブでミートから83、73、71の完全ミート型のデフォルトでミート A となってます。で、守備適性がレフトメインで E49 で、突後でセンターライト可能です。で、レフト適性が E49 なんで特殊で D52 できます。で、ウラン酸性が補給から42、36、44となってます。で、守備が慎重です。で、特殊能力は超アベレージヒッターチャンス逆境となってます。だけど2年前の登場から何も能力変更はありませんでした。で、まあ今回に関してはね、直近の TS2 弾で梶谷さんがね登場してるっていうところもあるんでね、まあ、梶谷さん取った方はね無理して獲得しに行かなくてもいいんじゃないかなとは思います。続いて2年連続プロスピ登場、巨人桑田選手です。だけどね、昨年はセレクションで登場していて、今年は TS で登場してきました。で、今回の桑田さんは査定年度が変更されています。だけど能力の方が9位から80、81、80
31の称号でオールエドオチが狙えます。で去年登場していたものから球威がプラス1、制球がマイナス2、スタミナがマイナス4されています。というわけでね、昨年度変更されてオールエドオチが狙えるようになりました。で投石性が先発メインで突4で抑え可能です。で球種に関してはこんな感じで B 球種以上2つ持ちとなってます。で昨年度変更されたんですが、球種自体は変更なくてスプリットの変化量が1上がってるのみとなってます。で特殊能力は超コントロール対ピンチ系となってます。というわけで特殊能力は何も変更ありませんでした。というわけで、でもなかなかね、査定年度変更されてね、球種も変化量1しか変わらなかった上に特殊能力が全く変わってないっていう選手はね、結構珍しいんじゃないかなと思います。でまあこの桑田さんに関してはね、なんで抑え適性がついたかっていうと、戦表にも書いてある通りね、 10.8 決戦っていうのがあって、まあそこでね抑えを務めたっていうところでね、まあ今回抑え適性がついてるんだと思います。続いて2年ぶりの TS 登場、ヤクルト伊藤選手です。だけ能力のが9位から81、73、81のデフォルトで9位スタミナ A 同値となってます。で前回登場した時から表3ステの変更はありません。で投手規制が先発メインで突後で中継ぎ可能です。で今回ね伊藤さん球種が変更されていて、もともとねスライダー、高速スライダー、カーブ、フォークを持ってたんですが、今回ね新たに第2球種に高速スライダーが追加されました。だけ高速スライダー2種持ちとなってます。でもともとね伊藤さん高速スライダーの変化量5だったんですが、そこがね7になった上に2の高速スライダーが追加されました。で特殊能力は超奪三振賞キレ対強打者というわけで、もともと超キレ奪三振対ピンチだったんですが、めちゃくちゃ強化されております。でおそらくなんですが、奪三振賞超奪三振賞系を持って中継ぎ可能はね、この伊藤さんが初めてだったかなと思います。だけどね、高速スライダー2種っていうところがね、どこまでランクで通用するかわかんないですが、まあ、もうすぐ開催されるね球審祭とか今後の大会とかっていうね超高速ルールではね結構輝くんじゃないかなと思います。だけどね、ヤクルト純正に関しては、ね、TS2 打で高津さん強化入って、一郎セレクションで伊藤さん強化入って、でさらにねこれが終わったらおそらくねキサイティングが来て、まあ1段2段どっちで出るかわかんないですが、熱気サンタナが出てくるっていうところでね、もうヤクルト純正はねこの3週間から1ヶ月ほどねめちゃくちゃ忙しいなと思います。続いて1年半ぶりの登場、中日大塚選手です。というわけで前回ね侍登場してた時はメジャー査定だったというところで、中日時代の査定の大塚さんは初登場となってます。で能力のが9位から81、74、61の完全9位型のデフォルトで9位 A となってます。で前回登場したものから9位がマイナス1、制球がプラス6、スタミナがマイナス6されています。だけど予想動画の中で言った通り、まあ制球 B にね乗ってきたっていう感じとなってます。で投手規制が抑えメインで突なしで中継ぎ可能です。で球種に関してはこんな感じとなっていて、前回の侍と球種は同じとなってます。で特殊能力は超キレ対ピンチ奪三振というわけで、特殊能力も前回のものと同じです。続いてオリックス一郎選手ですが、今回の一郎さんは1995年査定で登場してきてます。で能力の方が弾道中弾道でミートから87、78、87のデフォルトでミート総力 A 同値かつ称号でパワー A が狙えます。で今回はね2年前に登場していた OB 一郎さんとの能力比較をしていくと、ミートがマイナス2、パワーがプラス3、総力がプラス1されています。だけどね、一郎さん史上初めてパワー A が狙えるようになりました。で守備適性がライトメインで83で、突なしでレフトセンター可能です。で2年前に登場していたものからライト適性がマイナス8されています。でウランサンセが補給から80、84、94というわけで、補給がマイナス4、スローイングがマイナス3されています。で特殊能力が超アベレージヒッターエリア51、一郎とやけ特に変更ありません。だけどね、まあホームラン25本打って打率が3割4分2厘のね、まあこの年で弾道中弾道っていうところなんで、まあ今後ね一郎さんが登場してきてもね、どの査定でも中弾道でね登場してくるんじゃないかなと思います。続いてオリックスもう一人は2年ぶりの TS 登場、中島監督です。だけど能力のが弾道中弾道でミートが68、68、68のデフォルトで全同値となってます。で前回登場した時からミートがプラス3されています。というわけで前回の時はね称号必要だったんですが、今回デフォ同値になったっていうところでね、勝利の者を狙ってベンチとかに入れたいっていう方もいるんじゃないかなと思います。で守備適性がキャッチャーのみで C64 で、ウラン三世が補給から48、57、92となってます。だけ守備能力は特に変更ありません。で特殊能力は超捕手逆境強肩というわけで、特殊能力も特に変更ありません。続いて2年ぶりの TS 登場、ロッテ堀選手でしたけど、能力の方が弾道ラインドライブでミートが76、76、69のデフォルトにミパド落ちとなってます。で守備適性がセカンドメインで C66 で、トツ3でサードトツ4で外野すべて可能です。でウランサンセが補給から55、50、56となってます。で特殊能力は超チャンス降格さよなら男となってます。というわけで2年前登場から何も能力変更がありませんでした。
した。まあ、ただね、セカンドでライドラで広角持ってるっていうのはね、まあ、おそらく侍の岩村さんか、この堀さんぐらいだったかなと思うので、まあ、セカンドでね、広角ライドラで、しかもね、チャンスを持ってるっていうところがあるんで、まあ、この堀さん使いたい方はね、獲得しに価値はあるんじゃないかなと思います。続いて2年連続 TS 登場、ソフトバンク斉藤選手です。先能力の方が9位から83、78、83のデフォルトで9位スタミナ A 同値の称号で請求 A が狙えます。で、投石性が先発メインで、球種に関してはこんな感じでフォーク、2種の B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力は超奪三振、キレ対強打者となってます。というわけで斉藤さんに関しても、去年登場してたものから何も能力変更がありませんでした。続いて2年ぶりの TS 登場、楽天今井監督です。先能力の方が弾道ラインドライブでミートから73、70、65の称号でミパ同値が狙えます。で、守備適性がファーストメインで D51 で、トツさんでサードに置くことができます。で、裏の三成が補給から55、57、68となってます。で、守備が積極です。というわけで、まあ、楽天純正であれば、ファーストで使うよりはサードで使う方がいいんじゃないかなと思います。で、特殊能力は超ラインドライブ、チャンス対左投手というわけで、特殊能力特に変更ありません。だけどね、2年ぶりの登場とはなったんですが、能力変更は何もありませんでした。続いて2年ぶりの西武版 TS 登場、西武松井和夫選手です。先能力の方が弾道高弾道でミートから83、81、85の称号で未走 A 同値が狙えます。で、守備適性がショートメインで B73、で、裏の三成が補給から66、73、88となってます。だけど特殊で肩 S が狙えます。で、特殊能力は超肩胸打ちパワーヒッター、アベレージヒッターとなってます。というわけで、まあ、松井和夫さんに関しては何も能力変更なく登場してきました。で、松井さんに関してはもうすでに休養入って、で、まあ、このままであればね、まあ、おそらく対談という形になるかなと思うのでね、来年以降は OB 対象ってなってきますし、まあ、順番的に言うとね、来年 OB で登場するのは楽天版かなっていうところがあるんで、西武版のね、松井和夫さんは次回登場がね、2年半後とかになる可能性があるんで、まあ、西武版のね、松井和夫さん欲しい方はね、ここで獲得しておいた方がいいと思います。さあ、というわけでラストは約3ヶ月ぶりのプロスピ登場、日本ハム稲葉さんでしたけど、能力のが弾道ラインドライブでミートから82、74、69の完全ミート型のデフォルトでミート A となってます。というわけでね、表参戦に関しては能力変更はありません。でした。で、守備適性がライトメインで B70 で、トツさんでレフト、センター、トツ5でファーストに置くことができます。で、今回からね、新たにファースト適性が追加されました。だけどね、このファースト適性に関してはね、何年オーダーとかをね、再現したい方に関してはね、結構ありがたい追加なんじゃないかなと思います。で、ランサンスが補給から74、82、70となってます。で、守備が積極です。で、特殊能力は超ラインドライブ、肩胸打ち初球となってます。というわけで、稲葉さんに関してはファースト適性が追加された以外、特に能力変更はありませんでした。はい、というわけで今回は5月30日に登場となったイチローセレクション13名能力チェックやっていきました。いかがだったでしょうか。いやー、というわけでね、まあメンバーが発表された時点でね、すでに全員既存選手っていうところはね、分かってたんですが、まあ、もうちょっとね、査定年度とかをね、入れたりとかね、まあ特殊能力変更とかでね、まあ今回ね、取りたいってね、思える能力にしてね、登場させてほしかったなっていうところはありますし、まあ今回ね、結局目玉ってなったら、新井さんと、能力変更された伊藤さんと、まあ、あとはライドラ広角でセカンドの堀さんと、まあ、ショートで松井和夫さん使う方ぐらいになってくるのかな、やっぱり。だけどね、今回のメンバーであればね、純正であればね、この選手欲しいっていう方もね、いるかなと思いますが、まあ、なかなかね、今回に関してはね、まあ、ガチャシステムもね、この369のね、なかなかきついガチャシステムですし、まあ、この後のね、エキサイティングとかでね、12球団であればサンタナ取るとかね、まあ、そういった感じでね、熱気とかをね、獲得しに行くっていう方もね、結構多いんじゃないかなと思うんで、まあ、今回のねメンバーであればね、まあ、例えばね今岡さんであれば2004年査定であればね、おそらくミパー A 同値狙えるぐらいのね能力になりそうな成績っていうところもあったりするんでね、まあ、過去にね登場してる能力のものをねそのまま出すんじゃなくてね、まあ、せっかくのイチローセレクションっていうところでね、まあ、タイトル取ってるっていうところにねこだわらずに、もう最強査定になりそうなものをね全選手でね出せばよかったんじゃないかなと思うんですが、まあ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 、その辺はね難しいところもあるのかなとは思います。だけどね、面白ければ今回のイチローセレクションで皆さんが欲しいなと思った選手いましたら、ぜひともコメント欄で教えていただければなと思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画参考になったなと思ってくれた方はぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。また X もやっていますので、概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。